ヒゲさん、ヒゲさん、ヒゲさん、はい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 、やった、当たった、あざます、さあ、サンキュービッグかレギュラーかいいっすか、あざます、やったぜ、ほい、939ゲーム投資はコントルビッグです。投資がですね、15K です。でかい、 15K です。稼がな、よし、非現人稼がな、またまたこのパターンか、頑張りましょう。これデジャブがあったな、あ、あれ、あれですか、あれだな、稼がな、そういえばヒゲさん、はいはい、今月まだもらってないですよね、何を、金言ここで話すのはい、じゃあ逆に聞くわ、はい、逆に聞くわ、はい、最近悩みはいっぱいありますよ、あのですね、うん、1月の頭にですね、うん、おかんがですね、うん、こっち東京に遊びに来るんですけど、うん、どこ連れて行けばいいですか、それどう考えても金言に繋がらないんだけどただ、はい、どこに連れて行くか、はい、これ大きく分けて相手によって2つ分けた方がいい、はい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 、行きたいところに連れて行くか、はい、自分がこれはいいよっていう東京のおすすめのポイントに連れて行くかだよね、はい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 、選び方としては、はい、その相手がね、はい、普段からご飯とか食べ行くときに、はい、ここに行こうって自分から発言するタイプなのか、はい、それともいやどこでもいいから選んでっていうタイプなのか、はあ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 、おかん、はい、うん、いいよ、おかんは若干受け身ですよ、ああ、じゃあビスが、ね、今一番そのお母さんの感じでね、はい、例えば今最近こういうことが好きだとか分かってるんだったらさ、はい、それの東京ならではの場所に連れてってあげるとか、ああ、最近おかんがハマってるもんはひげさんだと思いますじゃあ俺に連れてこいよもうでな、これ、はい、その人と例えばまあデートとかもしっかり、まあ、親孝行もそうなんだけど、はい、これ結局動画と一緒なんだよ、はい、自分の動画を求めてくれてる、楽しんでくれてるファン層の方が、はい、何を求めてるか、はい、どんなことで喜んでくれたか、はい、それがきっちり分かってそれができるかどうかっていうのが相手を喜ばされるかどうかなんだよな、おー、来た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 、来たよー、みんな来たよー、だから自分がやりたいことだけを押し通すっていうのも一つだけど、はい、それも一つのかっこいい生き方だけど、はい、相手の気持ちをこう察知してあげるとかね、はい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 、皆さんメモりましたかメモんなくてもいいんすよ、今金言じゃねえだろこれ、いやメモんなくてもいいんすよ、僕が今回1月号、あ、1月の、発売の DVD、 この手にお手元にある雑誌で僕は金言書いてますから、今のはまだ違うだろう、だまだあるみたいっす、生きていく上での基本的なことでしょう、いや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 、そんな基本的な、あー、ヒゲさん、はい、ヒゲさん、はい、アザマウス、あ、青ならですね、はい、青じゃなかったメオシミス、アザマス、48ゲーム、きた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 よ、金言も来たよ、はい、162ゲーム、アザマス、大枠フラッシュでチェリーと思いきや、はい、バチコイコンドル、バチコイコンドル、はい、さあ、ついに私、箱を使わせていただきます、あざます、あざます、お世話になります、いや、ソロだって恐れ入りますで、ヒゲさん、ちょっと僕のボーナスとヒゲさんのボーナスで話の腰を折りましたけど、うん、あの、金言の話いいですか、金言もういいだろいや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 、いや、でもこうやって金言ってあれ、生まれてんだよっていうのを、やっぱりこんないやらしい感じじゃねえだろ確かにこんなに優しい感じではないですでもさっき言ってさ、はい、その履き違えちゃダメなんだけどさ、はい、
その相手にねこの寄せてあげるってことがすごい、まあ、重要なことなんだけど、はい、逆にねその自分すぎるのもまた嫌じゃない。これがうまいから絶対ここだってさ、はいはい、あの俺結構苦手なのが食べ物屋とかに行ってね、はい、こううまいっておすすめしてくれるの分かるけど、はい、もう何を言う前にこれうまいべうまいべって言ってくるのが言われるのが苦手なの。あ、答えがそこしかないからさ、答えがうまいしかないっていう、だからなんかそれがね俺の前兄ちゃんなんだけどえ兄ちゃん兄ちゃんなんだけどだからまあどっちもね、はい、結局こうバランスのいいとこで、あ、過ぎたるわですよ。どっちに振りすぎてもダメってことですね。お、スイカナビかもしれん。だからまあじゃあ何だろう、寄せすぎは寄せってことで。あー来たー出ましたよ皆さん、出ましたよ金言ファンの皆さん、出ましたよ、はい、あの親父ギャグ金言ですよこれ、はい、完全に、はい、読んでる方分かると思います、はい、うわーマジか、来た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 、はい、寄せすぎは寄せ、あざますあざます、いただきました、はい、なんでもバランスよくだな、はい、それっすね、それが重要っすね、なんでもバランスよく、寄せすぎは寄せ、今月の金言書きますんでぜひ皆さん見てください、お願いします。じゃあだってさ、ピスさ、はいはい、どっちから極端なんだよねピスって。ああそれはあると思います。自分がさこうだってさ、今日もそうじゃない、俺絶対曲げないでこっち寄せてくんないじゃん。そうなんすよね、だけど寄せるときはめっちゃ寄せてくるじゃん、なんかすり寄るように、はい、ほどいいのが一番なんでもいいんだからさ。でもヒゲさん、まだ僕あの全力しか習ってないっす生まれてこの方全力しか知らんっす何でも本気っていうのが親父が残した言葉なんで、はい、まあってことはヒゲさん、金言はいただきましたけども、はい、おかん結局どうしましょう。まあ俺んちんだから連れてこいっす手料理作るわ鍋こう鍋ありがとうございます。もう冬だしあんこ鍋でも食おう。あんこ鍋、うん、まあ池さん料理っても得意ですからね、おかんもうならせると思います。大好き。まあでもね、はいはい、これがさその寄せ方の問題でさ、はい、相手によってその寄せ方変えなきゃいけないじゃない。あ、例えば親御さんの場合はさ、何が嬉しいってやっぱり子供の成長が好きなわけだよね。はい、だからさピスが自分のお金でちょっといいところに連れてってあげるとかさ、あ向こうはいやいいよいいよって言うけど、はい、背伸びしてでもそういうことしてあげると本当に喜ぶよ。お金じゃないんだけど、なんかやっぱ嬉しいんだわ、はいはい、あヒゲさ ん, んちょっとお金貸してもらっていいですかなんでそれはこの動画の中で言うんだよ。いや、ヒゲさんち行く代わりにちょっとお金をお願いしますなんかさ、はい、お母さんの食の好みさえ教えてくれればさ、はい、俺、あの店は見繕ってやるからさ。あー、マジっすか、うん、おかんはやっぱここで話すかい、いいよいいよ、いいよ、いいよ。いや、おかんはやっぱ肉より魚が好きっすかね。魚が好きで、はい、ガヤガヤした店、静かな店だったら、中間っすね。なんか静かすぎるのも多分おかん嫌うんすよ、うん、でうるさすぎるの大嫌いなんですよ、うん、でよく僕うるさすぎて怒られてたんですよ昔もう今も俺にも怒られてるよ、うるさすぎて。いやもう本当の口から生まれてきた子よあんたはって言われてめっちゃ怒られるんですよ。いやでもちょっとおかんはまあそんな感じっすね。フィッシャーちょっとさ、はいはい、今チェリースイカナビ、ごめんね話切って、はいはい、チェリースイカナビだろう、はいはい、ちょっと損するかもしれないけど振り打ちしていい。ああ振り打ちしちゃってください。これ見たいでしょみんな。いや見たいっす。光った時だけ狙いましょう。まあ確かに普段センスもんね、しないダブルナビだからね今。野菜は好き。野菜も大好きですね。あともう一個聞くと、ミーハー、ここの有名店とか行ったとか周りに話したい人は。それはないです。ない、あ友達おらんす、まあ、それは嘘っすけど、それは嘘っすよ。俺どう反応すればいいんだよいやでも、まあ、今パン屋やってるんで。ダメだ振り打ち、滑り目で分かんなくなる。あ確かに、はい、今何、今あのパン屋の併設、まあ、カフェみたいな感じのやってるんですよ、うん、なんで
もう多分パンとかは飽きてます。あ、思いついた。 OK OK ですか、うん、大丈夫。じゃあすいません、ちょっとあの後で LINE ください。 OK です。まあ多分喜んでくれるであろうお店を2つ3つ。あざます。ちなみに予算は、いや、ちゃんとピスの懐事情を考えて、はい、顔も立つぐらいのおあつらい向けの。大丈夫です。あざます。あ、ちなみにすいません、ヒゲさん、何、言い忘れたんですけど、うん、おかんだけじゃなくて姉ちゃんとその、ね、姉ちゃんの息子も来ます。じゃそれでちょっともう一回先行してもらっていいですか。そうするとね、ちょっとね、2店舗ほどちょっとやめた方がいいです、子供がいるの。ちょっとそれで、もう一回組み直し、組み直しね。はい、お願いします。わかりました。それでも自分で探すって努力をしなくて、あーい、はい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 、ありがとうございます。青です、98ゲーム。いや、軽いな。確かに。あれ、右にした。これもしかしたら赤引き込むとこで押してなかったかもしれないな。あー、コンドル中断、うん、ちょっと中断で。コンドル中断で押した感じですね。あ、赤だ。赤だから1枚なのか単独なのか分かりません。ちょっとチェリー追加ナビがあったんで適当でした。はいっす。1枚損しました。いや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 、もしかしたら、あ、そうかそうか、1枚損するのか、はい、直で揃えられたもん。はい、その後2枚損しました。すいません。いや、マジでヒゲさんあるかもしれんしね。何が、いや、ヒゲさんのだからね、俺思うんだわ。はい、俺ね、台を選んだ理由がさ、はい、実際笑いながらさ、ふざけ半分で、はい、まあ、どうせあいつは隣で座るっていうんだから、隣どっちでももしかしたら280番でも取れるかもしれないから開けておこうってね。はい、例えば俺がこれいつも通り角のクランキーのセレブレーション取ったらさ、はい、隣バーサスじゃない、はいはい、でこっちのクラン生が片っぽしか選択しかないじゃない、はい、で両方相手の方がいいんじゃないって座ったの、はい、いつもだったら絶対こっち座ってるから。優しっ。そういうのがやっぱり服を生むんだって。ああ、そういうことですね、うん、まあ、結果偶然なんだけど、そういう心掛けができるってことが俺は本当人生大事だと思う。だから後ろからエレベーター人が来てるのに閉めちゃうとか人とかたまに言うでしょ、はい、あれがきっちり乗りますかって一声かけられたりとかね。池さん、うん、来月の金言までありがとうございます。本当に、いや、でも本当に大事だと思うよ。いや、本当にそう思います。あのさ、今はピスもすごい元気よくやってくれるじゃない、あの、はい、うち会社が1階が駐車場であそこよく入るじゃない、車置いて、はいはい、その駐車場の主営の方にさ、はい、きっちり挨拶しろって言うじゃん、はい、あれだけでも気持ちいいじゃん。いや、本当っすね。基本は挨拶ってヒゲさん言いますもんね。確かにヒゲさん、掃除のおばちゃんにも言いますもんね。絶対言う。ありがとう、ごめんなさい、いただきます、ごちそうさま、お疲れ様です。あ、でも中でもありがとうございますってなんかすごいいい言葉ですよね。ありがとうが言えない人はね、まあ、俺の価値観では、はい、多分上に上がることはできないと思う。あ、サラリーマンにも通じると、うん、まあ、自営で一人でやるというのはまた別だけどさ、はい、ありがとうとか、頭が裂けられることだよな、どっちも。うーん、俺はこれを編集長から習った。編集長から、うん、おお、もう何回の動画で言ったかもしれないけど、はい、これ本当に唯一と言っていいほど一個だけこの人にこれを習ったおかげでここまで来れたと思うのが、はい、お平身帝都。ああ、うん、頭を下げることの大切さだよね。はい、あ、まあ多分ヒゲさんが文句言うというか、うん、ブリブリ、あの、なんていうんですかね、編集とか編集長があって、言ってるのを見てて、うん、やっぱヒゲさんって、本当に慕ってるとか仲良かったりしないとそういうの言わないじゃないですか。言わない。だからヒゲさんにとっての師匠が、師匠ではないのか、師匠っていう面も側面もあると思うよ、編集長は。あ、俺の場合師匠っていうか恩師になっちゃうけどな。あ、まあね、編集長とはね、いろいろあったよ。まだこの出ちゃうの歴史を、あ、歴史から見たらですね、僕なんてまだひよっこもひよっこじゃないですか、うん、多分めっちゃしんどかった時代とかあると思うんですよ。
だ今だってそうだよ。まあ確かにな。でもよくなんか忙しいことはいいことだって言うじゃないですか。俺は暇より忙しいが大好きだからね。はい、昔その雑誌が全然言うの。わーわーわー、話してるのこれ。はい、45ゲームすいません。やばすやばす、忙しいのはいいことです。これボーナス忙しいです今。わかりました。一応ガッツさんの方がですね、はいはい、88分の1です。これ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 、それやばいっすね。これあのリアルに6つ持った可能性がかなりあるんじゃないかと。1枚 B 赤7青7も出てますし、で1ヶ月ドンからの鳥も1、2、3、3回引いてますし、あらまあるんじゃねえのかな。いやもうなんかプンプンしますよね、ありそうな匂いが。乗り打ちじゃないからね。いや乗り打ちです。ヒゲさん乗り打ちです。じゃあ乗り打ちにするための試練を与えましょう。はい、どうですか、何が試練でしょう。サマーでいいからプラスを割ること。無言無言って、お前無言ってある。今じゃあ下皿と相談したんですよ、うん、頑張りましょう。なぜなら、はい、クランキーセレブレーション1でも 101% あります。わかりました、はい、了解でござんす。アクロスが好きだと言うんだったらせめてプラマイゼロにサマイ数でいいから。はい、もうねやっぱりサマイじゃないと難しいのが出てくるじゃない。はい、投資が重んちゃうと。はい、サマイでいいですから。わかりました。ミスさん、ミスさん、はい、ありがとうございます。あれあれ、ヒゲさん、おざます。マジか、あざます。はい、1枚 B と赤7です。31ゲームすげえ。あ、音楽変わった、なんだそれ。今がですね、合算の方がですね83分の1です。いやでもね、はい、俺朝からアクロス座って、はい、今もう確実にゴリゴリにぽいじゃん。はい、超久々。ああ、いつもさ複数テンポ周りで打つことが多いじゃない。ああ、そういうことか。もう正直さ、もう1デフォと思って打ってるからさ、はい、すげえ楽しい。楽しいです。いやーでもよかった、よかったよかった。いやヒゲさん、はい、狙い通りっす。狙い通り、はい、作戦通りっす。いや別に今ピスがいなくても楽しいよ。いやいやいや、ヒゲさん僕が2個隣にいるからですよ。いやピスがいなかったら俺ここに座ってないから。ああ、ありがてえ一言だな。俺間違いなく凱旋かハーデスに座ってるから。あーざますあーざます。でも本当オーバーに行ったら本当9割ぐらいピスのおかげだからね。おっと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 、まあ実際これが1だったら俺のおかげだけど。ピスさん、はい、ああ何でもないです。え、何でもない、何でも、いや言ってくださいよ最後まで。ピスさん、はい、こちら言わんとかいい。はいはい、おっそっちかいい。いや1限前の赤なら来て、はい、コンドル止まって青なら止まらなかったからミスがいいやと思ったら多分コンドルを枠上に押してた赤穴なんでしょうね。ああ、そういうことですか。ああ、こっちだね、やっぱり赤だ。あーざます。だから2回目をゲッタマ、あーうっすよ、マジですげえ、ゲッタマ流れてる。おっしゃー、おっしゃー、おっしゃー、おっしゃ、来ましたか。はい、255、結構かかるんだよな。ぬむ、あれってことはあれ青じゃないの。あれなんで僕こっち押したっすか。打ち慣れてないかってもろバレっていう青だよく考えたら。はい、アザマス255ゲームプラス行き見えてきました。
いやーよかった、全の丸寸です。ちょっともうもうこれ数えなくていいですかね。はい、多分こいつあります。ありがとうございます。中、はい、844枚。もうちょっと青とか狙ってもいいですかね。あーもういいですよ。自分ヒゲさんが一番面白いと思うやり方で。いやもうちょい、もうちょい地固めしたい。まだまだ安心するの早い。いやもう安心したらいいんじゃないですか。いやいやいや、まだ早い。そういう風にすぐね、はい、油断するから足元疲れるんだから。はいはい、勝って兜の尾を締めるってこのことですね。そうですよ。よし伸ばしましょう。ゲッタも流しちゃったね。ピッサー、はい、隣が来ました。いいんすか、いいんすか。スポ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 、はい、ミッション達成。はいはい、ここからですよ、ヒゲさん。ここからですよ、ヒゲさん、はい、ここからですよ。104、隣でないですね。とりあえず止めよう。2500円もあってビッグ11バケ7の、142分の1です。関係ない。はい、いや僕こっち328分の1なんで、こっちの方がいいです、はい、スタートを分けてピスタチオ田中が隣に来ました。あざませーん。じゃあ僕満足したんで流してやめます。ダメです。これ打てばいいじゃん。はい、いやダメです。ダメです。ダメです。やれ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 、全然ダメです。いいですか。なんで手を握るんだ。いやなんとなく映ってもすらないから。なんとなく画面に映ってなんとなく手を握るんだ。すいません、すいません、すいません。とりあえず、はい、なもう並びでやる。こっからがこの、設定なんて知らないピスタチオバージョン本編スタートです。 今までのはウォーミングアップです。ウォーミングアップだよね、はい、じゃあここまでは実践じゃないから、ここからの手玉でいいですね。はいはい、ダメです。ウォーミングアップなんでしょ。ダメです。 この移動車あと 500枚ぐらいですね。はい、はい、あと1ゲーム目から舞い上がってますね。はい、ようやくや、ようやく安心して打てる。いやでも実際こうやって隣に座るの久々だな。いやマジで大阪以来です。そうか、ゲッタマとフォークとショー、いやシューですあれ。シュー、はい、打った時のあれ以来ですよ。でもさ、インカムつながってるから隣じゃなくても会話できるぞ。いや違うんですよ、またこの温度感と言いましょうか。うんぬぬぬぬ、ほらこれこのよいしょー、どうもこれですよ、これがやりたいんですよ僕は。このトントントンっていうのが最高だな、マジで。今合算また73分の1、あと4ですよ、ヒゲさん。やべえな、しかも超ビッグ変更、ビッグ11の馬券に。バケディ、ただただ楽しいな。ただただひたすら楽しいやつですね。ピスタチオの声が聞こえなくなってきた。はい、ピスタチオの声が聞こえなくなってきた。いや違う、隣にいますよ、はい、こっからはスイカないですか。ちゃんと押してればないです。一応狙おう。これが滑りベルですね。滑りベル、はい、まあレアベルっていうのか。あほほほほ、よく右が止まれました、偉いです。で赤だなと、はい、はい、レギュラー。いや十分、移動してきて、何ゲームだ、速攻だ、36ゲーム、レギュラーボーナス、あざます。というわけで11回目のビッグが終了。今日はい、完走。お、はい、999、初めて見た。はい、完走。やば、ヒゲさん初っすか。初800何十枚までしかない。すげえ、9キッキいったね、はい、あもうこれは、ね、通せてても言い切っていいと思うんですけども、はい、こういう感じです。クランセの構成ってやっぱ出ますね。だからさ、俺がさ、はい、ヒゲ歌で打っただいて見比べてくれれば、はい、もうとにかくまずはまらない、はい、それが一番の特徴です。あと子役的には体感どうですか。いやもちろんめちゃくちゃいいよ。スイカ50分の1ぐらいだ今。ほら2連続スイカ、あ落ちるな。45分の1ぐらい引いてるか今。
よいしょー、すげえ、マジ早くないですか。よいしょ、はい、赤です。いい音鳴った。34、またもや。でもさ、はい、この左のコンドル下段ビタあるじゃない、はい、そこまで神経質なんてやれてたないよね。まあ確かに最低限それを意識して打ってるだけでも変わりますから、はい、マイゲームきっちり 100% の全力のビタでやったらさすがに俺でも疲れる、はい、結構アバウト系じゃない、はい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 、それぐらいでも十分適当に打つよりは違いますから。確かに楽しめますね、うん、またその裏切りがあって、あそっちかみたいなのもあるし、ね、はいはいはい、ちょっと遅かったかもしれないけど赤並びが滑ってきたけどやっぱ一番やっかいみたいな。そらないな、赤なら来た瞬間に喜びたい、来た瞬間に喜びたい。あーそういうことですね。じゃあ中下段ですね。中下段だね、アバウトに。中下段アバウト、滑りベラ見に来たいから中下段だね。上段はダメ、上段でも別に見抜けるけど。そうだそうだ、はい、よっしゃ離そうとすると入る、あるある、あるあるあるっすね。うわプリント来たー今、初、あれ、いやまさかと思ったんですよ。初一枚っす、あざます。これは前方の差ですね。はい、前方の差あります。はい、レギュラー220ゲーム、はい、また伸ばす。まあ先ほど僕が打ってた方の台がそこそこボーナスいけてるんですが、関係ないですからね。結構半端ぐらい持ってるよ。なんで半端ぐらい持ってる。池さん、はい、関係ないですから、はい、出ようか出ないか あるでしょ、はい、あるでしょ。何がですか。関係あるでしょ。いや隣が出ようか、いやってかタイトル忘れました。いや別にタイトルは設定なんて知らない、だって出玉は知らないわけじゃないから。いや ただ設定のこと気にしたら負けっす負けっすよ池さん。そうなる、はい。で池さん何の話しようとしたんですか。ああさっきの話、はい、あの全国のさ、はい、支店にさ、はい、新しい編集部員がちょいちょい入ってるんだよね、はいはいはい、若い子たちが、はい、で俺結構さ、はい、地方に来て行くじゃない、はいはい、その時にホテルまで迎えに来てくれるんだよ、うん、車の中でいろんな子にと話すのね、どんな子なのかなって、で誰とは言わないけどそのうちの一人がね、なんで誰か言わないんですか。ちょっとその子のためにもね、どうなりたいのみたいな、はい、何やりたいのみたいな、はい、いやーやっぱ表に出たいですっていう人が一人いてさ、おおはいはい、まあ演者としてというか、まあそういう人が多いんだけど入ってきた子って、はい、へえっつって、まあとりあえずピスタチオぐらい抜きたいですよねっつって。まず呼び捨てなんだ、しかもぐらいってなんだ、見てそうかっつって、ちょっと名前教えてもらっていいですか。いやダメですあそこは何通過点だなって、いやあれ抜けないようじゃダメですよはいビスちゃんそんな中、はい、話すとくるあるある、話すとくるあるある話すとくるあるあるぐらいってなんだ。いけぞ、あれコンドルですよね、はい、チャーセン、黙ってチャーセン、まあぐらいって言われますわね、ぐらいって言われますわ、まあいいですよ。でもそうやって名前が上がること自体嬉しいですよ、僕は。いやでもね、はい、すげえなと思ったけどね、よーそんな大それたことを言うなと。いやでもなんか今の一言で救われました本当にさ、まあ、どんなことをその後見せたか言ったかっていうのはまた長くなるから割愛しますけども、はい、きっちりちょっと恥ずかしいなんですよ、はい、ピスタチオ戦ってるからどれだけすげえことを普通に見えて普段やってるかっていうのをきっちり、はい、自分の来店の後ろ姿で見せましたその他その私の来店が終わった後に、はい、ここがこうだよと教えてこういう風にやってんだよっていう風に言って、
いやマジですごいっすみたいになって、はい、こんなピザ全部できるわーってちょっと言っといてやりましたんで、あざます。いや違うわ、ありがとうございます。でもね、はい、そういうまだ言い方もあれだけどさ、はい、そういう時代にはなったんだろうな。あ新時代。いやもう結構ちょっとね、多分本人はこの動画見てる、まあ、あいつ見ねえからな、見てればちょっとびっくりすると思うけどね、ドキッとすると思うけどね、はい、聞いてる瞬間がかなりねちょっと思うところあったんだけど、全部泳がしてまず聞き出しました。はい、泳がして聞き出した話の中にもう一個ありました。はい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 、すごい花花が好きな子なんだろうね。あ、花花が、はい、じゃあ憧れてるのは電飾とかなのって言って、はい、目指すところはつってピスがあったら通過点だねって、はい、電飾とかなのって言ったら、いやあれは花打ちじゃないです。あ、今度はあのよかった、ピザ呼び捨てがあれになったから名前が出てこなかった。なんだろう、いろんな感情が込み上げてくる。何にも花が分かってませんよって。マジでさ、もうそっから面白くなっちゃった。俺もそっから面白くなっちゃって、逸材かもしれませんね。そっから面白くなっちゃってさ、はい、で、その会話をもう一回同じ風に聞き出そうとして、はい、こっそりムービー回しました。こうなります。モザイクをかけてくれたら今回しましょう。声だけ聞こえるかもしれない。マジっすか。ピスは踏み台、ピスさんはこのちょこんと踏み台にしようかな。電飾は、電飾さんちょっとダメです。電飾さんはマカロン、マカロン、マカロンさんはちょっと期間中にお願いします。電飾さんはあんだけ幅を、じゃあ目標にする人は何なの。目標はとりあえずピスです。僕はとりあえずです。本当にピスです。そっか、いけちゃう。いやピスぐらいだったら、ナピスぐらいになる。ありがとういただきました。ダメです。どうでしたか。だいたい声で察したんですけども、はい、そうか。まあでもこれで僕が応援しなかったらなんかピスタチオちっちゃいって言われそうなんで。大丈夫だよ、ピス本当ちっちゃいから。確かに確かに。じゃあもうそうでかいでかいぶらなくていいじゃん。その協力しないもん。協力一切しない。まあでもさ、やっぱり若いからさ、で思い出したの。結論は別にあの子のこと悪く言いたいじゃなくて、はい、俺も若い頃はもうちょいギラギラしてたなと思って。それはそうでしょう。今はでもさ、ああいうさ、はい、そのまだほらどれだけその表面的なものしか見えないからさ、はい、実際ピスがさ、はい、その水面下でどれだけのことを考えて行動してるかとかも見えないじゃない。まあはい、うん、華やかな世界しか見ようとしないからね、目が。そういうことですね。でそういう時代もあったじゃない。いやありますよ、そりゃ超礼と思ってたことありますよ、うん、そういう意味でもね、俺はある意味刺激にはなったけどな。うん、もっといける、いけるんじゃないみたいな。え、もうちょいいけんじゃねみたいな。何を。いや、もっとキラキラできんじゃねっていう感じですか。あ、なんか違う、なんかさ、あ、安牌にこう落ち着こうとまとめようとしすぎてる部分があるなと。あ、もちろんなんかその例えばさ、今スケジュールも詰まってるし、はい、次の日の仕事とかその後のスケジュールを見て全部にさ 100% のパワーを出してない時も正直言ったらあると思うんだよ。毎日全力で倒れるまでやれるのかという。あ、でもそういう風にやってた自分もいたわけよね。今はもうぶっ壊れてもいい俺はっていう、はい、そういう部分も少しはね、もちろんやっぱ言った通り、さっき言ったバランスで重要なのは。あ、うん、バランスか、結果バランスなんですね。バランス。ただもう負けないように僕頑張りますんで。まだ根に持ってますよ。それはちっちゃい。まだ忘れてますよ僕は。根に戻らなくてもそういうもんじゃん。いや、わかりますわかります。だから負けないように、追いつかれないように頑張ります。俺だったらだよ、
はい、俺だったらおい、はい、52ゲームぐいぐい成長してほしいよ。もうガッサンが72分の1まで上がってきました。とんでもない台ですね、はい、こういうもんよクラン設定。いや、この設定っぽいの積もっちゃうとこういうもんよ。違う、この設定っぽいのまだ結構打ってるのに1回しか積もったことないっていう人がなんでこういうもんよってドヤ顔なんですか。1回打った時と俺が打ってなくても他の人のスランプでこの設定は見てるだろお前あいつバチアにいるんじゃわしゃだからね、もうね違うんだって。もう右肩上がり、まあ、俺の台これ見てくださいねこれもう右肩上がりとかじゃないから、もう崖よ崖崖。当たるな当たるなあの台。いや池さん関係ないです。僕が打っても別にああいう状況にならなかったし、そもそも池さん隣で打つっていうルールがありますから。目標は鉄道規定が達成された。はい、目標は達成されましたが、はい、大丈夫です。でこのままもうこのままでいいです。最後の共演。いやなんで最後になるんですか木田氏。じゃあどんな動画やりたいの。ぶっちゃけ、はい、メガコンみたいな動画見たいっていう人いるよ。いやメガコンはもう一回復活させたいですよ、うん、今さ、はい、この実践中にさ新企画ちょっと考える。あ、だからまず入れていく要素を出し合ってさ、はい、だから飯食うパートは入れたいじゃん。いやマジでいりますね飯食うパートは、うん、でルールに関してはまあまた3枚で増える感じにする。はい、次も1枚 30g ぐらいいきましょう。いや量いく 30g ってやばくないですか。量いきますはーい、勝ったら飯食えるでいいじゃないですか。確かにその3枚でさ、はい、3枚分の全部使い切らなくても。さあ37ゲームこれで相当勝つ上がるぞ、はい、来たんじゃないですか。どうでしょう、もう一個っす。はい、70分の1 来ましたよ。70分の1まで、70分の1まで来ましたよ。あと1っす、あと1、はい、レギュラーもなんか引けてますね。だからレギュラーまで4回あまだ4回、まだ4回泊まりで行く、泊まりで一泊二日で一泊だ。その勝った、ね、内容によって、はい、次の日にできるその観光をする内容が変わってくるんです。あ、まあ、食うのもそれはもちろん含まれてるけど、はい、全くゼロだったらもうゼロ円でこう遊べる遊びをさ探すと提案するっていう。はい、それいいっすね。旅プラスグルメプラスみたいな。ヒゲさん DVD 企画やりましょう。やりましょう。なるべくさ、はい、普段こう出ちゃうがないエリアとかでもいいよな。あ、四国。あ、そういうとこそういうとこ。鹿児島。はい。うん。離島でもいいし。まあ、まれにな。沖縄とかさ、そんなのもいいし。沖縄行きてー。ヒゲさんも他の動画で沖縄の企画ありましたよね。あるある。僕も沖縄に住んでましたから。うん、でもやりたいですね、そういう旅系。もちろんスロット打つパートもあるんですよね。もうじゃあ打つのがあって、でその打った結果で次の旅が決まるっていう。ああ。旅っていうか、まあまあ、でもメインは食べることだよ。何が食べたいかがメインになっての場所決める。なー、止まらんかったけどレギュラー止まれよな、ちゃんと。はい、177ゲーム。危ねえ危ねえ、マジで飲ますん。まあやれたらやりましょうよ。やりま、いやてかもうやりましょう。年明けすぐすぐだから難しいと思うけど。タイトルも決めよう。タイトル何にしましょう。いっぱい食いたい。めちゃ食いたいっす。もう腹いっぱい。スロット打ちたい。勝ちたいっす。スロットで、はい、これは今日は出したって人に自慢できる枚数何枚。いや、万枚数だろ。万食いだ、万食い万食い、
なんかいっぱい食える感じだし、ちょっと卑猥だろ、ちょっと卑猥。いやさ、それいいっす。ちょっとピンクな感じもするだろ。いやいや、完璧なタイトルっす。ゲンジとピスタチオ田中のマングイ。いや、いい、これいい。マングイだよ、ま、マングイ略してマングイマングイ行きましょう。マングイ、あ、だからほら、出ちゃうのアンケートでマングイ見たいって声があればできるかもしれないよ。あ、確かに。皆さん、この DVD 見たら、はい、あのアンケートの応募フォームにご意見ご感想のとこに、はい、マングイ見たいですと。マングイをどうにか実現させてください。 DVD でマングイ見たいですと。お願いします。コメント書いて送ってください。あと今月の金言にいいねを押してください。お願いします。今月の金言、さっきのじゃいいねつかねえだろじゃあもう一回金言見てから、はいはい、なんか悩みを相談何個か解決するうちに結構出てくるかもよ。そうですね。今のあんななんか有効みたいなじゃなくて、はい、一本みたいに言えるやつか。はい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 。あ、でも最近はそうか、ピザが悩みないもんな。なんでですか。え、悩みないでしょ。悩み、まあないっちゃないですけど、あるっちゃありますよ。どっちなんだよいや、先月負けすぎたっていう。そっから金言に結びつけろと。負けた、まあ、嫌なことがあったと同じことだけど、はい、そういう時って、はい、ピッツはまず何を考える。いや、どうしようって思いました。あ、苦しくなって、はい、金融機関行くかみたいな。あれ、鉄を、うん、コンドル狙っていいですか。そう、チェスで狙った方がいいか、さすがに。いや、コンドルでいい、コンドルでいい、コンドルでいいですか、うん、そこから追加ないから、はい、あざます。お話中あるあるですね、すみません。お話あるです、大丈夫です。はい、コンドルビッチ、あざます、うん、49ゲーム。お、いいね、いいっすね。飲まれなかったね。はい、ギリギリセーフっす。払し続ければずっと当たんじゃね。はい、払し続ければずっと当たんじゃね。払し続ける。でも今のピースのさ、感想を聞いてるとさ、はい、負けたことを振り返ることはないんだ。負けたことを振り返る、え、ここ、こうしとけばよかったってことですか。いや、単純にただ俺がタラレバがあんま好きじゃないからさ。はい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 。後悔と反省を履き違えるなっていう。後悔と反省、後悔しても何も生まれないから。うーん、反省はしろ。はい、何が悪かったんだ、次そうならないためにどうしようっていう。はい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 、まあ、よく言う考えろと一緒なんだけどね。はいはいはい、何も考えてませんっていうのは一番ダメだと思う。ちょっとメモっていいですかよし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 、はい、即連16ゲーム、アザマス、アザマス118ゲーム、あれ、どうでしょう、アザマス、よいしょ、148ゲーム、コンドルビッグ、やっと来た、はい、138、はい、青7です、頼ます。おーおーしょい、あざます、はい、62ゲーム、はい、おーしょー、はい、やっと抜けました、317出した。おーおー、レギュラーしかこれ4連続、ワオワオガチ青です、34ゲーム、はい、おはようございます、はい、早すぎたはい、テイク56秒、さあ、ピッシャー、ヘイ、なんかね、だれてきたよ。てか、その前に逃げさん、あと2時間半しかないっすじゃ、まだ2時間半もうだから、あと2時間半しかないっすよ。まだ2時間半もう、どうしましょう。いや、もう別に明日は来ますか。いや、正直、いつやめてもいい。え、いつやめてもいい。いや、あと2時間半じゃないですか。もうね、はい、もう俺満喫した。満喫しました。した。
僕もうちょい足りんっすね。解放してくれ。いやもうちょい足りんっす。ヒゲさん、もうちょい足りない。まだなんかこの時間になってきて高ぶってます。いやもう永遠喋ったよ。はい、もうね、もう画面の外の人をね、前の人無視して永遠に喋り続けたよ。僕がですね、普通に流せない実名入りの相談とかさ。はいはいはい。いや あんなん収録でするもんじゃないよ。そういうことですね、うん、まあ、そもそも僕がルールなんで、うん、正直言っていい、はい、楽しいか楽しくないか、はい、残念ながら楽しいです。おはようございます。その一言で全て報われます。いつもの横で打つの久しぶりだしな、本当に。本当にそう思ってます？思ってるよ、実際。ありがてえす。ただ、はい、俺自身は打ってては楽しいよ、はい、だから動画大変だなこれと思って思いながらずっと話を聞いて編集が、そういうのもシーラないなんだよね。いや全部シーラない、そういう設定なんて、シーラないなんでしょ、はい、設定なんてっていうかサブタイトル全部シーラないですからね設定なんてシーラない、全部シーラない。ほーらミーゲさん、こういうことですよ。永遠にうるせえなこいついやでもやっぱまだ若さもあるな、ピスも。マジっすか？俺も声枯れてるもん。マジっすか？ピス全然だもんね。僕まだまだいけます。お前めっちゃ喋ってるからね今日。いやいや全然まだまだ、あと10時間ぐらいいけます。10時間今何僕狙いましたっけ？解放してください今赤鳥鳥でした。赤鳥鳥ってことは青っすよね。はい、はい、あざます。110度だゲーム、いいないいな、みんないいな、あざます。しかも気づいたらいつの間にかプラスなんじゃないの？あ、ヒゲさんプラスですプラス駅まで来ました、ね、全部いいとこ持ってくれ。いやもう関係ないっす、プラスだろうが何だろうが。で乗り打ちから乗り打ちじゃないも関係ないの？もう全部関係ないっす、ただ乗り打ちです。関係あんじゃないか。全部乗り打ちです。関係あんじゃないか。じゃあ分かった、こうしない。はいはい、提案は受け付けますよ、うん、提案はヒゲさんからの、うん、はい、次からのビッグで、はい、3ビッグ連続、はい、ナビが出せたら、はい、乗り打ち。嫌です嫌です。ダメ、それはルール違反ですよじゃあこうしよう、俺はやっぱりリアルにビッグ飲みにしたい。だからビッグでビタ押しミスったら実践終了俺がビッグが一生懸命努力してビタ押しして成功し続ける限り続くエンディングは閉店まで。でもあの共通ベルがあるわけじゃないですか、うん、それはカウントするんですか？いや共通なのかどうかは分かんないもんな。はい、じゃあヒゲさんジャッジでいいですよ。いやいいよいいよ、そうかし、マジでやってくださいよ。いいよいいよ、いいですか？いいよ、分かりました。それで飲みましょう。いいですか？それは飲みましょう、うん、でしかもまあ今言ったようにヒゲさんが、うんうん、飲みには行きたいっす。でしょ？はい、ミスター。いやいやいや、はいはいはい、いやちょどこ何を実践終了で、実践終了、 Where is 実践終了だよ。いや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 、まだまだっす。目が霞むな。お、疲れてきたじゃん。やめよう。全然疲れてます。やめよう。全然疲れてます。やめよう。霞むって言っただけです。目やにがついてるだけです、うん。全然疲れてない。こうなってくるとやっぱオールナイト楽勝だな。ヒゲさんの隣でノーマルタイプだったら。俺はちょっとノーマルタイプをクランセン打とうと思ったけど。あ、付き合いましょうか。ちょっと考え直すことでした。はい。考え直すことでした。考え直す、なんでですか？一緒にやりましょうよ。やるか、考えてくる。はい、前向きに。わおわお、行きましたよ、来ましたよ。ビタ押しチャンス、前向きに検討する。ビタ押しチャンス、行きましょう。ミスんないですよ、ここは2コマですからね。よいしょ、セーフ。はい、あざます。 OK ですね、 OK ですね。15ゲーム、ここもビタ押しあるから。はい、ここもビタ押しあるから。ああ、そうかそうか、はいはい、共通ですかね。ヒゲさんちゃんと見といてくださいよ。ジャッジ、よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー、オーケー、オーケー、ピタピタでしたよ、ピタピタピタ、よっしゃー、ピタな画像でございます。よし、いいよ、伸びてるよ。いやでも
何度も言うけど楽しかったですよ。ありがとうございます。2016年17年、最後のビスとの共演動画。はい、そうですね、2016年17年ね。いや、なんでですか。まる、いや、まるっと1年、来年のまるっと1年、はい、何してんすか俺。またちょっとその動画で腕を磨いて。いや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 、どういうことですか。もしかしてそういうことですか。僕にもっと修行してこいと。そう、そうしてよ。いやいや、ヒゲさん、ヒゲさんと一緒に出ることで学ぶことがたくさんありますから。本当にそれは弟子高校と思ってやってください。なんで来年は、月1なんで12回。はい、このデチャーに入って、はい、久しぶりに会社を辞めようかな。まあでも、はい、その DVD のね、はい、見てくれた人からの感想が、はい、面白かった、またやってほしいって言われたら、はい、マジで2ヶ月1回ぐらいやってるわ。ああ、2ヶ月1回ですか。それなんとか12回になりません。12回だよな。あーい、おざます。あーい、127。はい、はいよー。てかちょっと待ってください、ヒゲさん、今気づいたんですけど、親指じゃなくなったんですか。これだよ。え、ビタ押しするときですよ、うん、これだよ。ヒゲさん、親指じゃなかったんですか最近これ。あ、そうなんすか。かっこいいじゃん。あ、そうなんすか、うん、だからさ、俺写真撮るときこうやってポーズするじゃん。はい、あれもうやってないんだよ。じゃあ今度からこうっすね。今度からポーズはこう。ヒゲさんってでもこうなんで、こうしてください。やっぱりいやもうこうだ、こう。あ、しかもここなんすね。へえー。でもさ、はい、確かに今更のこの終盤にする会話じゃないけどさ、はい、ビタ押しって人によって押し方結構違うよね。いやー、違いますね。あのさ、もうずっと指をボタンのギリギリに置いてペッと押す人もいる。あ、こうやってこのストロークです。あー、だだ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 ぽい、あざます。30ゲームです。そうか、大事なこと忘れたじゃないか。はい、俺とピッチャーの動画ってさ、これを3つもの、あーたー、これをやってなかった。はい、あーたー、はい、忘れた。なんすか、なんすか、ヒゲさん。あなたのお名前は何ですか。あー、ヒゲさん、それですね。終わってから言いましょう。よろしいですね。はい、はい、じゃあ行きます。ちょっと待ってください。やべえ、緊張する。見ててくださいよ、ヒゲさん、ちゃんと見たでしょね。さあ、あなたのお名前発表してください。いや、まだまだです、まだです。田中秀平です、この子は完全に。いいですか。 今のはミスってないです。見たいでミスってないです。よし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 、はい、今この辺で落ちたもん。ビタでした、ビタでした。いや、ビタでした、ビタでしたよ、ビタでしたよ。ビタスも OK でございます。実戦終了。お前これマジミスだな、マジミス。何も成長してねえじゃないか。こんなミスあるマジで。結果発表。結果発表。なんか俺最後の最後で安心した。え、何がですか。安心ですか。変わらぬピスタチオ田中に。変わらぬ。しかピスタチオ田中って呼んだじゃん。ありがとうございます。はい、ただ。はい、まだまだ伸びしろがあるってことですよね。まあ、伸びしろというのか、またいけるぞと、俺の目これくらいしかない伸びしろ、ちょっとずつ進んでるがまだあるっていうのか。いや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 、どういうことですか。まだまだこんなもんですよ。はい、まだまだいけると。まだいける、高みを目指そう。はい、はい、まあ良かったっす。いや、でもグーの音のも出ないミスだったね。初め2回ぐらいなんかこうもにゃもにゃ言ってたけど。あんなのあるあんなミス。もう何のことですか。さあ、最後にもう一度だけ自己紹介しましょう。あなたのお名前なんですか。ビタシモケでございます。おはようございます皆さん、はい、もう一回実践しますか。はい、さあ、というわけで騒がしい一日になりましたが、はい、いかがだったでしょうか。とりあえずですね、実践の結果でございますが、私現時、ピスタチオのですね指示通り
ノーマルタイプクランキーセレブレーション1日打ち切りました。はい。で投手の方が2000円、で回収が1971枚で47枚貸しのお店でございますので3枚がプラスの1875枚とよなかなかの完勝でございました。はい、あざます。まあ、設定なんか気にしてないですけどね。そうですね。はいはいはい。さあ出ました。ビタシモゲさん。はい、シモゲはですね、クランキーセレブレーション2台打ちまして、プラスあの立ちもあって立ち壁とクラッキーセレブレーション2台だな。何の話します。あそういうことか。なかったことにするのはいいけど別に一番最初の時ですね、うん、もうあれは長かった。はい、でその立ちプラスクランセ2台で、合計15,000円で総投資が705枚で獲得がこちらでございます。1311枚ということで、ヒゲさん、はい、プラスです。いやノリですよ。いやいいよ、それはもうあざます。約束だもん。プラスここを見たできました。大したもんだよ俺。あざます。絶対ズブズブいくパターンだと思ったもん。キュッキュッていきましたね。え最後ボコボコついたね。はい、だからやっぱその辺も踏ん張れるようになったんじゃない。本当にだからちょっと見直しましたよ今日は一緒に。本当ね、動画の中でも言った通りさ、はい、膝肩ぶりにピスと一緒に打って動画してるシーンを見たけどさ、はい、まあようしゃべる。もっと言ってください。本当にね、キムタカこれはね、もうね、まあ最初で最後の動画でございましたけど、いやいやいや来年引っ張りますよ、ヒゲさん12回ありますよ。はい、いいよ、だからじゃあこうしよう。はい、見ていただいた方のね、はい、視聴者アンケートがあるじゃない、ほいあので面白かった、また見たいなーという声が半分以上だったら、はい、そしたらまた俺がもう編集長に掛け合ってちょっとたまにはやりましょうよって言ったけど、ただ、いやいやいや、半分以上つまんねえって声がもういらねえって声があったらもうやんない。ダメです。知らんだろ。ダメです。だでそこを伸びしろじゃないですか。じゃどこまで、半分はなし。じゃどこまで何パーあれば。5分1。5分1ってお前8割がつまんねえって言ってた。5分1。あった、今から伸びしろがあるんですから。じゃまずは5分1クリアしたらもう一回やりますんで。はいはい、わかりました。ぜひ。さあというわけで、ほぼ5分1クリアできなかったじゃなしな。10分1にしようっていいですか。10分1からってさあというわけで結果どうなるのか、はい、もし次回お会いすることができれば、はい、ピスタチオ田中は5分1をクリアしたということになりますので、はい、次いつ会えるか分かりませんがお楽しみにと、はい、というわけで今回の DVD これで終了となりますが、俺らちょっとこの後飲み行かなきゃいけないんで、はい、行きましょう。怒ったら今日あざまーす。あざまーす。いつもの参道です。行ってきまーす。はい、行ってきまーす。またお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。